ベビーシッター略して、ベビーシー2015年10月結成キャッチーなルックスとガールズポップサウンドを合わせ持つガールズバンドであり、タワーレコード渋谷店のミ流通 c d コーナーに並んだ自主版 CD が話題となり SNS や口コミで全国に反響が広がって、昨年9月に全国流通版、金婚館を発売した。タワーレコード各店のバイヤーが選ぶタワレコメンに選出される。 注目のニューカマー。2016年6月地元名古屋で初の自主企画ベビーロックボリューム1開催。11月レコ初自主企画ベビーロックボリューム2を地元開催しファースト。CD スーパーヒーロー発売。2017年6月地元名古屋で栄スピーリング2017に初出演し入場規制となる。10月南ホイール2017初出演し、 15日にに渋谷エグメンで初東京レコ初企画ベビーロックボリューム3を開催する。翌日にセカンド CD 僕の歌をタワーレコード渋谷天のミリュー 2CD コーナーにて発売。初日のデイリー総合チャートで3位を記録し反響を呼びミリュー 2CD としては異例のインストアライブを開催。その後はで通算11週1位を記録したその後は 名古屋パルコ店、梅田ニューャヤ山地店でも発売。2018年1月地元の名古屋パルコ店でインストアイベントを開催する。梅田ニューャヤ山地店でもミリュ 2CD コーナー11周1位、名古屋パルコ店では21周連続1位など、タワーレコードのミリュ 2CD コーナー1記録をすべて塗り替える。5月名古屋アポロベースにてベビーロックボリューム41-2 スリーマンを開催。6月、栄江スピーリング2018にて、クラブクアトローでの公演に出演。また、下北沢サウンドクラッシングや仙台サーキットフェス、サマラバなど各地のサーキットフェスに出演する。初メガボルト、僕の歌は再生回数60万回を記録した。9月初の全国流通版ミニアルバム、金錮館を発売。 タワーレコード各店のバイヤーによって選出されるタワレコメンに選ばれる。南ホイール2018では大阪ミューズの鳥を務め、12月には初の東名阪ツアーへ行った。2019年4月、その年の夏に発売する新作のメガボルト製作をクラウドファンディングで呼びかけたところ、開始から4日で達成率100%を超えた。ありがとうございます。